どうも、古民家チャンネルの村長です。見てください、この大量の薪。ご近所さんがね、細い薪はいらないからいるってことでね、言ってくださって、こんなにたくさんいただきました。今日はね、この薪をカットして冬に備えたいなと思っております。その薪を切るのに使うのがこちら。これなんだと思います？ケブテックって読むんですね。アマゾンで1万5000円で買いました。1万5000円ってちょっと高いよね。だけど見てよ、これチェーンソーなんだけど、ほら、一生小型で、でバッテリー2個ついてんのよ。今これちょっと見てみたんだけど、マキタのバッテリーに似てるなと思って、もしかしたらマキタのバッテリー動くのか。これマキタのバッテリー互換品なんですけど、はい、これでもちょっと動くかやってみようか。動くのかな。これずっと愛用してるやつなんですけど、入った。え、動くんかなこれ。つうか、これどうやって動かすんだこれ。そもそもどうやって動かすのこれ。動いた、マジかいな。え、じゃあマキタバッテリーでもこれ動くの。つうことは、え、これマキタにも動くの？そりゃねえよな。え？動くのこれ。だとしたらね、バッテリー2個増えちゃったじゃん。やば、マジ？嘘。入んないでしょ、さすがに。入んないな。あ、入んないわ、さすがに。さすがに入んない、これは。こっちは入んねえわ。だけどこっちは入るんだ。え、ってか入るっしょ、じゃん。何台入ったら嬉しかったんだけど、入んないの。こっちは動くんだ、マキタのバッテリー。へえ、すげえ。でもまあいいや、これバッテリーなくなってもこっちマキタの使えるから、長く使えるね。じゃあこちらをね、早速使ってあっちの薪をね、切っていこうかなと思います。よし、じゃあ切っていくか。まあ必ずチェーンソーを使うときは、まあ軍手とか必ずしてください。危ないんでね、破片飛んだりするから。で、保護メガネも忘れずに、あと靴もちゃんと履いてください。じゃ切ってみっか。とりあえずどうやって切るのこれ。この味、やべえ、結構パワーあんじゃんこれ。つうか楽しいおお、結構暴れるね。あら、ああ、切れる切れる切れる、全然切れるよ。すげえ、楽しい、というか楽しい。こうやってなんか浮かしてやるより、こうちゃんと持って切った方が良さそうだね、これはね。なんか止まるね、たまに。はいはいはい。あ、いいね、いいね。じゃあ、とりあえずさ、このバッテリー、今買って、一回も充電してない状態なんですよ。多分満タンみたいだね、これボタン押すと。だこの状態で、何本切れるかやってみようか、このままね。いやー、楽しいわ、これ。で、これなんで買ったかっていうとさ、普通のチェーンソーを使えばいいんだけど、めんどくさいんだよね。だからまあ、これにしちゃったんだけど、あとさ、電源コードのチェーンソーしか私持ってないんですよ。その電源コードのチェーンソーだとさ、こうやって切ってる時になんか巻き込んじゃいそうになるんですよ。なんでまあ、こういうの欲しかったからね。で、ちょうどこの巻きもらったんで、これ買おうと思って、買ったんですけど。まあ、良さそうっすね。いいね、いいね。使い方これでいいんだよな。あ、なんかこれルーズとかなんか書いてあるから、こっちで締めるとかなんだね。チェーンを。これオイル？俺オイルなんか入れてねえけど。いや、オイル入ってねえんじゃねえこれ。嘘。やっぱ入ってねえや。オイル入れねえと。チェーンソーオイル入ってねえや。これ入れねえってやべえだろ。ダメだこれ、一回ちゃんとさ、説明書見た方がいいよね。
あ、なんだ、手袋入ってんじゃん。保護メガネも入ってた、よく見たら。あー、なんだよ、これあんじゃん。あれ、お、お、あ、こうか。なんすか、これあんじゃん。これ持っちゃ安定すんじゃん。なんだよ、なんだよ。いや、説明書見た方がいいね、やっぱり。あ、替えのチェーンまで入ってんじゃん。あら、ちゃんとしてるわね。稼働しているときはチェーンソーを手でしっかりと握ってください。親指と指でチェーンソーのハンドルチェーンに注入していない場合、チェーンソーを使用しないでください。使っちゃったよ、少し。あ、分かった、オイル入ってないんだね、これね。一滴も入ってないわけだ。そういうことは、これオイルをやはり入れろということだ。よし、オイル入れるぞ。これはオイルを入れるべきだよ、こうやってな。えい、入ったか。これメモリあるよな、メモリ。あっ、よし、じゃあ引き続き切っていきましょう。あ、こう持つのね。それいいよ、こう持った方がよ。はい、切りやすい。あれ、あ、電池なくなりました。はい、終わりました。とりあえずで、ね、今もう電池がなくなって動かなくなりました。まあ、後半ちょっとパワー不足になってきたのは電池がなくなりかかってたからなのかなと思います。まあ、切った本数的にはこんな感じですね。まあ、結構切りましたね。なんで多分これ全部切るのに、まあ、バッテリー3個4個あればいけるんじゃないかななんて思いますね。まあ、バッテリーでここまで切れれば僕はいいのかななんて思いますけどね。まあ、こんな感じで、ちょっと今日はもう時間ないんでこれでやめますけど、とりあえずバッテリー1個でこんだけ切れるチェーンソーを買ったというようなお話でした。あの、このいただいた薪はね、今年の冬使っていきたいなと思ってますんでね、こいつでしっかりカットしてやっていこうかなと思います。じゃあ最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。